兄さん、今度こそ今日は何の日か知ってるよね。え、先月は三男の誕生日だったけど、一ヶ月ちょっとしかまだ経ってないよな。ということは、今日は何の日なんだ。はい、兄さんの誕生日じゃないか。え、そうか。うわぁ、すまない、忘れてた。ありがとう。兄さん、誕生日おめでとう。哥哥，这次该知道今天是什么日子了吧？哎，上个月是三郎的生日，才过了一个月。那么说，今天该是什么日子？给，是哥哥的生日。啊，是吗？啊，不好意思，我忘记了。三郎，谢谢你了。哥哥，生日快乐。